これがいわゆる枕勤めというお参りですね。亡くなったこの枕元でお参りをするといいます。でも本当はですね、これ臨終勤行っていうんですけど、本当は亡くなる間際にする、ね、今まで仏様を心の誘い、支えとして生きてきた。そして生きている間にご本人がその阿弥陀様に向かっておいとまごいをする、ありがとうございました、そして今から仏様のお浄土に生まれさせていただきますという、そういう儀式だったんですけども、今はそれがなくなった後になってまいりましたね。はい、これがですね、あの枕飾りと言いますけども、この中に間違いがあります。どれでしょう？はい、どうぞ。お仏壇、そうですね、これの一膳飯と言いましたね。お箸を一本だけ立てるんです。面白いのはですね、一膳飯やってたんですよ。だから僕はそのお箸ピッと横に置いてたんですね。で帰ろうかなと思ってふっと見たらまだ刺さってるわずかな間にみんな刺すんですね。いらないって言ってる。で地域によりましたら、その使ってたお茶碗をバチーンって割るところがあります。あんたもうご飯食べれないよっていうことが、で空砲を打つところもあります。もう帰ってきたら打つぞってことですね。すごいですよ、これ一つ一つには意味があるんですよ。そこにここにもう一つ何かは他にあります。まだそうです、線香立てない、これあんま深い意味はないです。収支によって立てるところと寝かせるところがありますけどね。うちの収支は寝かせます。あと何でしょう？そうですね、水ですね。もう一つの儀式の中に、あの松子の水というのがあるんですけれどもね、脱脂麺に水を含ませて、わざわざ亡くなった人の口を湿らせるという儀式があります。これはわざわざする必要はないと言われています。やっぱりなぜかと言いますと、死んでからあと喉が渇いて休まいかという、そういう心遣いなんですけれども、浄土真宗の場合はどうでしたっけ？命を終わればそのまま阿弥陀様に抱かれて最高の極楽浄土に生まれさせていただきますよという教えですから、喉は渇かないんです。八苦毒水という水がありますよって話もさせていただきましたし、仏壇にお茶はわざわざ供えないって話もしましたね。ですからここにありました、お水やお茶はわざわざ供える必要はありませんよっていうのがあります。もう一つあるの分かりますか？そうです。正解です、全問正解ですね。暖房っていうのは実は必要ないんですよ。枕暖房っていうのは実はですね、そんなに必要なものではないんですね。でもね、北海道というのは非常にお団子を大事にする土地柄なんですね。これは老祖から聞いたことがあります。ある年配のお寺さんがですね、昔は本来ならば お餅をついてお供えをしねばならんですけれども、北海道ですからね、当時物がない、わざわざ お餅をつくことができなかったって言います。その時にせめてものをお餅の代わりとして団子をこねたのが、北海道で団子を大事にするその起源だっていうのを教えていただいたことがあるんですね。でも必ずしもその枕団子、人が死んだ時に必要だというのは、浄土真宗ではあまりこだわらなくてもいいですよということなんです。まあ、どうしても大切なものは一番阿弥陀様でないと、阿弥陀様がいらっしゃらないとまずいわけですが、最初言いました通り、本来ご本人が阿弥陀様にご挨拶する式ですから、そこに阿弥陀さんがいないと困るんですね。よくお参りしておりますと仏壇がないところがありますね。そういう場合にはご葬儀社さんがこの南無阿弥陀仏をちゃんと用意してくださいます、ね。